回想がこうやってあってさ、ヒンメルがさ第1話でさフリーレンと再会した時のあのシーンがさ、ヒンメルがどれだけ嬉しかったかっていうのがさすごいわかるよね。本当にヒンメル嬉しかっただろうな、出会った時めちゃくちゃ嬉しかったよね。なんかそれがさ、なんかもう回を押すごとにさわかるっていうか、いやーねー、いやーいや、これはヒンメルはですね、これはキャラ投票1位ですね。ヒンメルうまい。ねえ、タケでもこだわりあるわこれは。いやちょっと、いやーなんかもうマジで良かった本当に。いや実は私ね、回想が あった時にまた1話見たくなったりとかして、1話もう結構10回ぐらい見てるからね、回を追うごとになんか株を上げていく男ヒンメルみたいなさ、やばいよね本当に。いやこれはちょっと私もう一回見たい。でももう一回見よう。やばいね。いやお出かけしてフリーレンが選んでたんだね。フリーレンがパッとじゃあこれでいいよって言って選んだやつを見てニコってしてああやってはめ、いやかっこよかったなヒンメル。やべえヒンメルかっけー、ヒンメルかっけー、あー音楽入れるか、あーヒンメルかっこいい、ヒンメルかっこよすぎ問題、めっちゃかっこよかったな。ねえマジであのシーンめちゃくちゃ良かったね。うんねえ、もう二度と会えないかと思ったって本当に思ってたんだろうな。あの目がまがまがしいさやつもさ、体に悪そうなのまがまがしいの出てるやつも置いといて、はあはあ、もうほんとちょっと私今なんだろう、今乙女になっちゃった。乙女になっちゃった今、乙女になっちゃった私、乙女だわ乙女。はあごめんちょっと今みんなの話全然頭に入ってこない、もう私今乙女になってて全然ごめん頭に入ってこない、みんなのコメントがもう乙女になっちゃって、もう私もうほんと今もう乙女になっちゃった、はあもうはあすごい、はあフリーレンやべえ、早々のフリーレンやべえ、はあ乙女になっちゃった、乙女になっちゃったね、フリーレンと再会したくてずっと大切に撮ってたんだよ、やばい乙女になっちゃった、はあ、いやなんかさ1話でさお別れする時もさヒンメルはさ引き止めなかったじゃんフリーレンのこと、なんか1話だけ見るとさ引き止めなかったのはさ、いやなんかあ普通のパーティーで普通にお別れしたんだなっていう感じしか見えないかったぐらいヒンメルはさああやって、いやでもきっとすっごい本当はさ、いやすっげーこの漫画このアニメすげー、あーすごいわこれは、やられるわ、あーいやーすごいマジですごいね。いや結構見てるよ漫画との違いとか、1話はね本当に1話はなんていうの、あのフリーレンを見つけた時のヒンメルの
くさ、もう感じが最初に見た時と全然イメージが変わっちゃって、いやーもう、いやだからさ、ハゲなりのこだわりがあるのって言った時もさ、でその後にさ自分の衣装のとこ見てたんだよね。漫画では確かあの描写なかったよね。自分の服さ、勇者の時の着てたあの服を見てさ、なんかいろいろもうあの時にはさ、いろいろもう姫では考えてて、でフリーレンとの最後の旅、多分あれ2週間ぐらいだったのかな、行きが1週間だって言ってたもんね。いやーちょっと、いやーすごいわ本当に、いや本当にすごいわ。はあ、でもさ、フリーレンをこうやって変えたのもヒンメルだよね。多分あの時のフリーレンはさ、いやーすごいわ本当に、すごい本当にすごいわね。いや本当幸せそうだったね。いやまさかあれを先に1話でシャ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 っとやっちゃうっていうのがさ、なんかいや本当うまいよね。なんか本当にフリーレンが感じてしまった気持ちを私たちにもさせてくるのがさ、1話をさーって終わらせちゃって、あっという間に時間が過ぎて、ああこういうことがあったって思い出す、焦られてるみたいな気持ちになるっていうか、なんかさ、あの時のヒーメルとお別れしてくれる、あの50年間はすごく特別な50年間で、あの50年間で、ああもっとフリーレンがヒーメルといろいろ、あーばばばばばばってきたらみたいな感じで私たちに思わせるみたいな感じのことをさせられて、私たちもやられてるわ、やられてるわ、やられてる、疲れた、いや本当すごいわ、お疲れ様でした。でザインも、いやちょっと怖いね、ザインが攻撃する魔法を使うってことはきっと何かあるってことだから、ちょっと怖いね、ちょっと怖い、急に怖い演出、あのアウラの時さ、たまにちょっと怖いなって思う描写があったから、ちょっと、いやでも私は全然毎回ほんわか回でもいいぐらいなんですけど、終わるか。